あらいらっしゃい。というわけで今日はちょっとね、緊急でオンクレ大学始めさせていただきます。なんともっかいさんのブース、かなり難易度が高くなった橋渡しなんだけど、これ一回ね、ワンプレイ 30DC めちゃくちゃ破格ね。しかも景品はこのもっかいさんところのね、ロゴが入ったんバイヤーバッグね。これ見て、まずもう一回、ちょっと待って、私が説明してんだからちょっと待って、もう一回最初から行くわね。はい、というわけでね、かなり肝心な初手なんだけど、私の感覚ではどうも同じ重心っぽいのよ。なのでお尻、右のお尻、手前のバーよりもちょっと奥ぐらいかな、でしっかりとお尻を左に振ってあげます。はい、振れたねー。アームのパワーはぐんぐんね。そしてねじれはちょっとだけ時計回りかなね。さあこれでどうしようか、左うなじを振って横ハメに持っていくか、もしくは左のお尻をキュッと上げて縦ハメに持っていくか、重心うなじの方なのよね。私普段は重心気にしないんだけどさ、さすがにこれはちょっと気にしたわ。でどうしようかなって思った時に、左のお尻をキュッと上げてあげようって。ただこれね、ちょっとバー奥、ギリギリじゃなくてバー奥に入れてあげることによって、重心の関係でうよっこいしょってほら立つのよ。これはね、やっぱりね、かなり重心がうなじによって、んそう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 、言うわね。じゃあ行くわよ、せーの、とっとを。やっぱ言っとかないとね。さあ、あとは左の下の角、ここをギュッて回すだけなんだけど、角度がやっぱりギュンギュンに立ってるからさ、うまいこと入れないとダメ。目印としては、あの、ウィーキャの C のちょっと手前あたり、ね、つかない程度に、そっと触って、そっとアームを滑らしてあげることがうまくできれば、さあ、どう、いざ、いざ、いざー、いいよっこいしょと、あー、いけたー。というわけでね、これで3手。私はいけたわ。もしよかったらチャレンジしてみてね。じゃあ行くわよ、せーの、プププピ、ドゥア、プププピドゥア。